自分にとっての演劇とお金の関係を教えてください。そうですね。まあ僕は、まだまだ考え方アマチュアなのかもしれないんですけれども、まあ自己表現っていうものに勝手になんかこうロマンを持っているので、割とお金に対しては僕は潔癖症かもしれないですね。あまりお金目当てのためだけに表現活動したくない。うん、人によっては甘えてるとか、プロじゃないっていう考え方も言われるかもしれないですけども、うん、そこまでこうお金を第一優先で表現活動しようっていう気持ちはないですよね。僕の中では。はい。まあ、もらえたら一番ですけど。今じゃあ、そのお笑いと別に自分の、仕事があるんですか、専業の。はい。介護の仕事をしてます。あ、そっか。じゃあ自分の仕事とそれからお笑いの仕事と分かれてるわけですね。はい、分かれてます。そういう方もいらっしゃいましたよ、質問した方で。その方はスノブへ吹いてらっしゃる方で、はい、総一郎さんってプログラスの人に。彼も介護をやってましたね。あ、そうですか。肉体労働ですよね、でもね、あれ、多分。そうですね。ただ僕はそこまでその、重度の方を見てるわけではないので、お風呂を入れたりだとか、そういうことはしていなくて、ほぼほぼ日常生活の家事を、手伝ってあげてるぐらいなので、そこまで、体力使うほどの仕事じゃないんですけども、はい。で、その舞台でやってる仕事とお笑いの仕事というのは、どういうふうにお金をいただいてるんですか？舞台とかお笑いでは、ほぼほぼお金になってないです。あ、そう。はい。じゃあ、チケットとか売らないんですか？売りますけど、全然その、稽古で使う交通費の方が全然高いですし、はい。もう、お金には全くなってないですね。で、お客さんは、どれぐらいの劇場なんですか、広さは。何人ぐらい来られる？多いのは、だいたい100人ぐらい入るような劇場で、舞台だったらそうですし、毎週やってるお笑いライブだったら30人ぐらい入るような劇場でやってますけれども、基本的に芸人にお金が入るようなシステムではなくて、劇場にしか入らないシステムなんですよね。お笑いに関しては。どうしてですか？まず、場所を借りるってだけでもお金かかるんですよね。で、それに見合うだけの集客を、まず、得られてないんですよ。なので、借りれるだけでありがたいっていう形なんですね。今の僕みたいな芸人は。ただでやらせてもらえてるからだけありがたいっていうところなので、お金なんてそれこそもらえる立場じゃないっていうのが現状です。役者さんやってらっしゃる方にインタビューしたんですけど、その彼女も同じでした。はい、自分でチケット売らなくちゃいけなくて、でもそれが普通なわけですよね。そう、今のところ、そうです。そういう方が多いと思います。それは、趣味でやってるっていうことなんですか？プロを目指してはいるんですけど、結果的に、もうプロではないですね。はい。劇場の、レンタル料金っていくらぐらいするんですか？お笑いのライブ会場。だいたい1万、1日1万から、1万から2万ぐらいだと思いますね。はい。高いですね。高いです。はい。それで30人いっぱい入ったとして、チケットはいくらいただくんですか？1人1500円ですね。はい。そうか。でもそれだけじゃいけなくて、宣伝とかも
宣伝とかは誰がするんですか？チラシとか。あ、宣伝も僕のところはあの芸人が、道端でやってます。うん、そう、ポスターとかチケットとか、はい、それも自分で作るんですか？僕のところは、ポスターというか、まあ、チラシは、まあ、劇場が作ってくれて、チケットとかはないですね。あの、その場で、受付で、いくらですって言って、まあ、そのまま、入ってもらって、特にチケットとかは作ってなくて、はい。なるほど。その劇場だけで1万5千円で、それで広告とかチラシを作るのに、そうすると本当出ますね。ということは、こっちに回ってこないということですね。その辺考えないと、うん、考えればちょっとはマシになる気がするな。そうですね。うん、まあ、なので、僕なりに考え、るのはやっぱりまあ YouTube とかそういう動画配信で、うん、そこでまあ、収入に結びつけつつ、もう一個その周りに認知してもらって舞台に来てもらえるような、まあ集客活動としてもやっぱりそういうYouTube とかを使っていきたいなっていうのはあるんですけども、そこまだ道半ばですね。でもインターネットでやってるのは、あの、集客できてお金はなってもいいんですか？全くなってないです。これからですね。はい。そうか。これからです。はい。じゃあそういう、今だけどどっちにしても、あの、人を呼ぶのが大変な時期ですもんね。うん、はい。じゃあ今のうちにその方法を固めていかなくちゃいけないですね。そうですね。もう本当にあの、ほぼ週5本ぐらいで、ペースで YouTube は上げてます。はい。うん。で、そうですね。うん。少しずつ少しずつ、やっていきたいと思ってます。僕はもう前向きに今考えてやってますので。はい。まだ結果は全然出てないですけども。それはお芝居と両方別々にやるわけです。最近はほぼほぼお笑いの活動しか僕はしてないんです。はい。舞台は一番最後に出たのが多分本当去年一昨年ぐらいかなと思ってます。出ませんかっていうお話は何個かいただいたんですけども、一応結構もう断ってしまっていて、やりたくないわけじゃないんだけれども、やっぱりうん、今の自分に合わないなと思ったので、お断りさせてもらいました。はい。でも本当に機会があれば、ぜひ、舞台の方も出たいんですけども。はい。じゃあ、そのお芝居の方は、でも練習するのに何人も集まって、それで舞台に立つまで時間かかるわけですよね。かかりますね。舞台は本当にお金かかります。それで、はい、じゃあ練習するところも場所変えなくちゃいけないわけですよね、きっと。そうです、そうです。はい。その劇場、お芝居の方の劇場っていうのは何人ぐらい、でお芝居やるんですか？まあ、それは本当にもう演目とか、によりますね。うん。まあ、僕が相場で言うと、だいたい10人前後。の演者で、お客さんがやっぱり100人ぐらい入るような劇場が多いです。じゃあそれはもうお金にならなくてもということですか？そうですね、ほぼほぼお金にはならないですね、うん、はい。そういう人が多いんですね。多いと思います。皆さんじゃお金にならないけど、はい、うん、趣味みたいな感じですか？そうですね。なんかすごくこう、すごくファンをたくさん作れてる人もいて、知名度こそないけど、ちゃんと収益化できてる人も、中にいらっしゃると思うんですけども、
収益化できてるというのは、うん、YouTube とかでってことですか？チケットをたくさん売れてる人ですね。あ、そういう自分で呼べる人。あ、じゃあ自分が売ったらその分何パーセントかは自分に返ってくるわけですか？結構そういうシステムが多いですね。うん、はい、なるほど。そうか、じゃあ YouTube とかネットでも集客できる形を作らなくちゃいけないわけですね。そうですね、そういう最終的にはやっぱそういう形で人をどんどん呼びたいと思ってます。うん、演劇で望ましいと思える環境を教えてください。はい、僕はやっぱり脇役にしっかりギャラが払えるような環境が一番いいなと思っています。はい、主役も脇役もどっちも絶対に必要なんですよね。必要で、でも、まあ仕事量が多かったりだとか、あとお客さんがたくさん呼べるっていうので、主演の人に結構、うん、お金が回るってことは多いと思うんですけど、でも、主演って、お金払わなくても、お金ギャラなくてもやりたいっていう人たくさんいるんですよ。うん。なので、自分にとってやりがいがやっぱ結構大きくて、だからやりがいを感じづらい脇役にこそちゃんとギャラを払うっていう、僕は環境がこれからあるべき。みんなが、うん、納得できしながら舞台やれる、うん、環境かなと思っているのが一個と、あと、稽古って僕は数ではないと思っていて、一回稽古した後に咀嚼する時間が絶対に必要だと思うので、一回やったらまた置いて自分の中でいろいろと反省点とか見つけながら、そこでまた時間を置いてもう一回っていう、稽古の仕方がいいと思うので、結構その毎日連日のように稽古日を取ってするっていう、そういう、まあ、稽古の仕方もあるんですけど、僕はそういうやり方よりかは準備期間の期間は長くなりますけど、稽古を何回も何回もやるよりかは、しっかりと、稽古したら、次の稽古まで間があって、自分の中で、反省をする時間、そういう、稽古の取り方っていうのが、まあ、理想的なのかな、環境なのかなというのは、感じています。はい。お金を払うというところなんですけど、そこはきちんと収入がないと払えませんよね。と今のお話ですと、うん、チケットを全部売れて劇場にとか宣伝にとかお金払ってると、ビズとかもそうなんですけど、そうすると残らないとどっちにしても払えなくなりますよね。その辺はどうなんでしょうね。そうですね。ああ、もうそこはそうですね。まあでもそこはもう本当にもう自分が実力つけるしかないというか、自分がファン作って、やるしかないと思います。はい。そうですね。うん。っていう感じですね。うん。具体的にはどうすればいいと思いますか？チケットを売らなくちゃいけないっていうところから始まりますよね。うん。でもチケットは皆さん、役者さんが売ってるわけですか？結構そういうパターンは多いですね。なんていうのかな、結構大きい事務所がやるライ舞台だったらそんなことないんですけども、そこまで無名な劇団さんだったり無名な役者さんが出てる舞台っていうのは、チケットノルマが、役者に課されてるのが多いです。はい、そういうお話私も聞きました。そっか。補助金とかはもらってるんですか？僕は一切もらってないですね。まあ、劇団がということになりますよね。あ、そう、劇団さんはもらってるのかもしれないですけど、はい。なるほど。